ちょっと待ってね、あるはずだけど、ちょっと待って、でもちょっと時間がまだ不明かも、遅めかも、ちょっと短いかも。あーたくんやっほー、みずきさんもやっほー。ちょっと待って、音楽止めて、止めちゃったんよ。でツイッターのリツイートもしたいんよ。好き好きありがとう、ワンマン行きたかった、泣いた。よいしょ、23時までオンライン楽市楽座始まりました。27、そう27です。そらちゃんこんばんは、あ好きありがとう、好きだありがとう、そう27です。今月2回今日肩出しコーデです。ちょっと恥、始まりました、ツイート、こんにちは、おろし紙です。肩出し、ちなみに下はショーパン履いてます。ショーパン、ようやくカレーにありつけた、よかった。ということで23時までオンライン楽市楽座中です。オンライン楽市楽座とは、あれ待って、音楽始まらん、ちょごめんごめん、ちょ待って、ちょ段取り悪いよオンライン楽市楽座とは、左上のバナー公式グッズ販売の方からオンライン楽市楽座というページがあるんですが、そこから特典券を購入していただくことによってさまざまな特典がゲットできますというやつです。オンラインでの特典会ですね。そう、バンドジャパン特典会のことをラクオンライン楽市楽座というので、そのオンラインバージョンになります。ちょっとこれラジオに変えたいんだけど、一回できるかな、画像を出したくてさ、でもちょっと難しいかも、なんかバグりそうで嫌なので、ちょっと待ってね、ことはあります、あれ、そう27日です。で、特典券の枚数に応じていろんな特典がゲットできるんですが、特典券1枚で社名、何も書いてない社名1枚、これは何も書いてないけど、この社名は買ってくれた方だけの社名になります。同じのはね、どっかに出回ったりしないですってやつで、特典券2枚で落書き社名またはボイスメッセージ、そして特典券3枚で20秒動画、特典券4枚でこのオンラインラクジラクダに参加しているメンバーの全員社名、特典券5枚でお任せが頼むことができます。今日つい先なんかすごいテンション上がっといたの見ました、プテクされてますツイッターの名前まで買い上がって、買い上がってで、27はね、トークポート全然普通にやる予定です。普通に多分22時からかなの予定です。今日は肩出しコーデちゃんです。髪の毛は下ろしています。そう、なんか巻くか迷ってけど、なんかこの服装爽やかなのでちょっと見せちゃう、こんな感じの服着てます。27、そう、キースタの後にトークポートです。キースタがね、割と早めの夕方の時間です。下はショートパンツです。見えないな、履いてます。ちょっと前かがみになる、見えない、あいた、膝ポキポキ言った、おばあちゃんかもしれん。そうです、ぜひ特典お待ちしてます。暖かくなってきたのでね、可愛い素敵、結婚はしないけどありがとう、そんな感じの服を着ています。ちょっとね、暖かくなってきたので爽やかな服装着ています。たまにクソクソクソ、特典頼むしか
ぜひお待ちしてます。夏だね。でも言うて今の季節の服だと思うよね。言うてね、長袖だから多分真夏に着ると地味に暑いかもって思っているので、結構今の服装かなって思ってます。まゆちゃんこんばんざーい。髪の毛こっちにしてもいいけど、なんかこっちの方が服見えるので今日は後ろにやってます。ここピンで留めている、頑張って。ダメ、今日は買わない、ゲットする、今日しかゲットできないよぜひゲットしてください。年下にグヘーとか言ってる気持ちは泣けてきた。大丈夫だよ、そういうもんだから知らんけどちょっと髪の毛始まる前に解いたけど、なんかいっぱいここと解きたくなっちゃう。なんか待って、間違えてピンまで解いたナンシーこんばんざい、ヤッホー、オンライン楽一楽座中です。今日は肩出しコーデです。下はショートパンツ履いています。ぜひ特典ゲットしてね。もうね、この難しいよね、こんな感じ。イエイ、シナショートパンツっていうくだり2回目、ちょっと見えんかったね。お姉さんじゃない、こういう人いるね。すごい思うのは、なんかさ、こうやって片側に髪の毛流してる人っているじゃん。そういう人ってだいたい首こっちに傾いてるよねって最近思っています。どうでもいい話でしたということで、そう、23時までオンライン楽一楽ラジオです。今日はね、ショールームの配信オンライン楽一楽座だけになります。この終わった後は、あの、多分どうだろうな、23時半かそんぐらいからツボ配信、 YouTube の配信をすると思います。雑談をしますので、よかったら雑談はね、そっちの方に来てくれると嬉しい。まあここでも雑談するんですけど、定期的にあのオンライン楽一楽座なのでアナウンスも入れていくんでね、お願いしますって感じで。ぜひお待ちしています。ちなみに今日は私のマミーの誕生日ですっていうちゃんとお祝いのメッセージを送りました。またそばにいたい、シュプシュプヤホン語彙力あえ、下も見た、シュプ見たってかな、さっき見せた時おったんかな、今来た、ヤホン。下はショートパンツ履いてます。マジ夏って感じの格好、夏この系統の服好きですこんな感じ。下すごいね、ゲーミングチェアの上に立ってるんですごい怖いんですけど、これこうするしか見せ方なくて、よくらしい、はい、お待ちしてます。そろそろワイの語彙力を返してもらってじゃあ落書き写メを送るときに変換する、ね、語彙力ですっつってでも多分それを見て失うんかもしらん、矛盾じゃん、無限永久機構かもしらん。落書きうちもありがとう、なし自分も買いましてありがとうねぜひご注文お待ちしてます。あ、本当だ、なし来た、ありがとう。買ってない買ってない、僕は買ってない、ぜひ買ってくれていいとよマジ今日めっちゃ爽やかな女なんで、爽やかな女なんで、あ、ちいさま買ってくれてありがとう落書き写メ頼んでくれてありがとう買えない、お金ない、矛盾しているけどありがとうお疲れ様ってことで激務サビタンさん、ヤッホー、やっ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 、なんで買ったのバラすかな、ちょうど来たからねっつってもう
早い早いフラグ回収でした。あ、ちなみになんですけど、今日なんかめっちゃ目漏れてる気がするんですよ。気がするだけかもしらんけど、今日ね完全にブラウンメイクで、最近流行り、うちの中でちょっと気に入ってきたブラウンメイク。いつもが5億兆回や、今日は5000兆。やったね。私服やからね、私服の特典ゲットできるのレアなんで、今月もねあんまり私服での音楽は確かなかったし、今月初だっけ、あれ違うっけ、ちょっと記憶、あれが先月の記憶なのか今月の記憶なのかないの、ちょっとびっくりするんですけど、あーそうね、今月初だね。私たちは福岡行ってた間に都内にいたメンバーの楽一楽だったんですけど、5月1日はね、そう5月1回目にして最後なので、私服の特典ゲットできるチャンスはね、トークパートの時とかもゲットできるんですけど、こうして配信でバってなるのはあれなのでね、ぜひゲットしてない今月3つ目の音楽回数でも、お仕事頑張ったのご褒美ってことにしようよ、じゃあ自分へのそうなるように頑張ります。いろいろと話したいことがあるのよ。明日お待ちしてます。明日はね夜ライブがあります。明日、ね、そう思ったよりね遅い時間でびっくりしたんですけど、ちょっとかゆい方バンザイさん、はい、どうしよう。今日めっちゃ天気良かったよね。というかめっちゃ暑いんやけど、エアコンついとるな、エアコンついとるな、マジか。君ら一回一回終わったで、ごめん、お疲れ様。キョンコ、そう、肩だよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。すごい今肩に何か顔描いてこんにちはって言わせたい衝動になったけど、この後オンライン楽一楽団の特典用の写メを撮るときに肩に顔があるのはさすがにキュートすぎると思ったのでやめようって一瞬で判断しました。ちなみに髪の毛は下ろしています。ケムさんヤッホー、こちらでもヤッホー。なんかさ、ここにアホ毛がいないね。これでもずっといる、このアホ毛ポニーテールの時とかも時々出てくる。この長いけど絶妙にポニーテールには入らないけどすごいアホ毛の塊がここにいて、めっちゃ早口やった今。まいない、こんばんざい。それじゃあ肩触り、こんにちは。肩っていいよね、人の肩って思うけど、うちはささささんの肩が好きですずっと言っている。でもさ、なんか新章も肩出てはいるんですけど、なんか新章の肩の出方とやっぱ私服の肩の出方ってやっぱ違うよねって個人的には思っています。あ、質問があります。なんだい。美甲ライン希望のポーズとか、まあできる限り希望に沿うと思います。なんかよっぽど変なポーズじゃなければ、すんごい細かいポーズ指定されたらんってな、何どういうポーズだってなったらちょっと無理かもしれないけど、ハート作ってとかみたいな分かりやすいのだったら全然できます。なんかすごい難しいポーズだったら無理かもしれないけど、でも美甲欄か、それかあのなんかね、あのツイッターの DM とかリップとかに残しといてくれるとありがたいかも。新書でひたすらメンバーの肩触ってるの誰だろうな。笹さんの肩は国宝だからさ、この間いつだったっけ、この間ね、あれだ、ワンマンの日の
一部というか対バンの方は新衣装だったんですけど、その日のね笹さんの方、自分でもね笹さん本人も今日の方コンディションいいかもって言ってるぐらいマジで良かった。モチベ落ちたりガチ恋発車したワンマン行けなかったからちょっと落ち込んだんでしょきっとって思って見た小さま7月の90とか開けれそうですかっていう、ぜひ開けてくださいって言ってます。7月の9日10日に石川県でのツアーが決まりました。ぜひいっぱい来てくれると嬉しいです。お待ちしてますお待ちしてます。詳細ちょっとお待ちよって感じなんですが、7月、そう7月2週目になるのかな、90だからの土日10日なら2日間かもしれないわかんない、ちょっとまだ日程とかが出てないんですけど、今度の石川はそう2日間にわたるツアーで、ちょっとまだ詳細は出てないんですけど、おそらくパッケージツアーとしてあの JTB さんとのあれでもあると思うのでって感じです。マジ楽しいよ、ちなみにって言ってます。注文してありがとう、ジュプジュプ、お仕事頑張って、仕事の合間にありがとう、でも仕事中に語彙力を失っちゃったのでありがとう、頑張って。そう石川のあれです、え、何また私が頑張りなでも石川はマジで、だってメイさんの凱旋でもあるってのもあるし、あのね久しぶりの12月ぶりの JTB との関連のツアー形式のワンマンライブが決定して、ツアー形式のワンマンライブ、もちろん地方でのワンマンライブも名古屋とか山梨とかもあったんですが、あのそれは単純にワンマンライブだけの地方遠征で、山口とか新潟みたいな感じであったんですけど、今までは例えば撮影会とか夕食会とか一緒にご飯食べたり一緒になんか公園散歩したりとかのパッケージとしてのツアーになると思われます。でちょっと時間とかの詳細がまだなのであれなんですが、プランとか時間とかがあれなんですが、ぜひ7月の9日10日開けといてくれると嬉しいです。一応なんですが、今まであれ山口はあったのか分かんないけど、新潟はなんかワンマンだけのチケットも最後はあったんですが、一応あるかは確証は持てないって感じです。ツアーの人で結構人がいっぱい来てくれたら、もしかしたらワンマンだけのチケットはないかもしれないって感じです。石川行くなら4時起きぐらいで行くことになるね。早い。オルスタ、オルスタとは前回の JTB 結構いろいろって決まってるから出るかな、前回の J、 ちょっと待ってね、多分探せばねなんかファイルとか出てくると思うので、ちょっとどっからなんかうちキープとかに保存して、そうキープとかすげえリアルなこと言う、じゃあララララあいた、あやべ PDF 保存しろって言われとる。はい、保存しちゃう。前回が山口だったからちょっと遠かったんだけど、前回がさ、落書きしも、マリドリありがとう、カニよろ確認よろしくお願いします、よしなんでさ確認なんだろうってずっと思っているオールスタンディングか、あ会場がちょっとまだ分かんないから何とも言えないかもしれない。そう
でも詳細出る時には多分会場わかると思います。6月の上旬受付開始なんで、前回のまだ探せてなくてさ、いろいろ時間が消えて、あーでも山口はでもこれ山口はね、あの山口も多分新潟もだったと思うんですけど、結構時間は決まってはいるけど、なんかプランが前回とか前々回は2つあって、なんか交通手段は自分で、それこそあの集合交通手段もついてるプランもあるんですけど、あったんですけど、あのそっちは東京発になっちゃうから、東京じゃない人とか、それこそ前回だったら山口に近い人とか、その前々回だったら新潟に近い人とかは、その現地集合の時間が決まってて、なんかこの時間に集合してねっていうのがそれぞれ決まってて、そっからなんか結構時間は決まってるかも。一回集合したらそっから一緒にみんなでバスに乗って移動するよ。本当にみんなでバスに乗って移動するの、うちらも一緒のバスだったりする。その違った時もあったりもしたけど、結構うちらも一緒のバスに乗ってバスでワイワイってしたりとか、本当にそんな感じかも。でホテルは山口の時は全員一緒のホテルやったんやけど、新潟の時はホテルはホテル付きとホテル付きじゃないがいたりしたから、ちょっと詳細決まり次第って感じにはなっちゃうと思う。今日は久々の曲は、なるほど、もう違うとこのライブの感想を永遠に話せれる、ふてくされるよっつって、ふてくされるよっつって、その時間通り集合結構きつかった、それはそうない。でも前回山口でも、山口で12時半集合とかで、うわ新潟出るかな、新潟ね去年の6月だからめっちゃ前ではあるんだよね。うわでもどっかにはいるんだよ絶対。ちゃ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 、もう1年近く前なんだよね。うわっ、なんでこれ、あそうだわ、新潟の時はね足柄ジャパンだったからね。新潟の見れないかも今すぐは。だって今日はバンザジャパンライブ、それはそう、あったらバンザありがとう。あれ土曜日に行くとしたら14時15分かも。なるほど、どうだろうって感じ。マジでどうだったっけな。でも結構山口と新潟でもプランの感じと、確か新潟は1日目がライブで、着いて一旦最初にワンマンライブして、次の日が撮影会とかそういうお楽しみ系だったって感じなの。 あと夕食会も一緒にしたわ。そう、また新たにいくつか買い出してる出費が、あら何買い足したの。まあでもなんか集合に間に合わない場合、途中参加できますかって質問はしてみてもいいかも。ただまあまずは集合時間とかがわからないあれなんですけどまあ石川はまだ何とも言えません、来月が仕事、それはそう、これたら嬉しいですって言ってます。撮影会ねあると思うんだよね、今まで2回ともどっちもあったので。で撮影会、そう撮影会のプラン作りとかもまたちょっとまだわかんないんですけど、本当その辺は詳細で次第ってか、なのでぜひ石川も待ってますって言いながら、実はオンライン楽市ラクダ中なので、一旦オンライン楽市ラクダのアナウンスしてもいいかな。
現在オンライン楽市ラクダ中です。左上のバナー公式グッズ販売の方からオンライン楽市ラクダというページを開いていただき、私七瀬葵の特典券を購入していただくと、特典券の枚数に応じて特典がゲットできます。私服での写メが特典券1枚、写メ、落書き写メ、いろいろメッセージとかがついた宛名とかね、落書き写メが特典券2枚、そして特典券2枚ではボイスメッセージもゲットできます。あの一緒にじゃなくて どっちか落書き写メかボイスメッセージ選んでください。特典券3枚で20秒動画、特典券4枚でメンバー全員の写メ、今日のね、特典券5枚でお任せ、私に使い道任せるよって感じのやつです。ゲットできます。私が別ゲーム行くと主ゲームマニュアフレーム機種になるほどって言い訳、本当だよ。そう、ぜひ今日の格好は肩出しお姉さんです。下はショートパンツを履いております。こんな感じです。ぜひゲットしてくださいっていうアナウンスでした。お待ちしています。特典よし、今日は我慢です。この間頼んでくれたからね、ありがとう。やっくん、そう、肩出しだよ今日は。ぜひゲットしてね。さっきのショートパーツ着ないな。リボンスね、うちも行ったことないよね実は。ゲットしたね、ぜひ。お待ちしてます。あと30分ぐらい、半分終わっている、びっくりしちゃう。今日この1時間しかゲットできないので、ぜひ特典ゲットしてね。お待ちしている。なんか自由ね、なんかそんなイメージはある、わかる。なんか楽しそうなお祭りな感じはするけど、本当にうちも行ったことないよね、リボイス。めっちゃよく聞いたことはあるけど、チャ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 。解散、今日だけは。なるほど。どこだ、福岡の。あ、ありがとう、書いてテレ。ありがとうね、頼んでくれて。ちなみにショールームは今日はこれだけで、この終わった後に23時半か、まあ、45分か12時ぐらいから、あの特典の写真を撮った後に、あの YouTube 配信で雑談配信もするので、よかったらそちらも遊びに来てくれると嬉しいです。お待ちしてます。うるさくね。あかん、好き、ありがとう。ちなみにお顔が見えられるのはショールームだけ、今日は。それならついてるじゃん、チャンスに早変わり。日付が変わってから配信あるならそれで大丈夫です。それでない。今からってことか。この辺から髪の毛がどうしても、ね、動くと出てきちゃうわね。明日楽しみにしとく。何をだろう、めっちゃ気になるやん。あ、でもなんか昨日作業してた、うちの笑顔にムカつかれとった、勝手に。勝手にムカつかれました。絶対そこじゃない、見るとこ。さ、それは早くね。ママにちゃんと連絡したよ、誕生日おめでとうって。でもそういえば何歳おめでとうって言い忘れとったし、何歳か数えるのも忘れてた。いやマジさ、クソクソ、
イエイちょっとピース下手やった今マジでそういうとこあるもん。単純でごめんね。写真の背景透過する、まあ難しいのはわかる。自分 YouTube とかで透過してるからさ。でも私はなんだろう、いやでもわかるな、むずい。あれ透過なんかこだわればこだわるほどむずいよね。しかもさ、うちの背景うるさいけん余計むずそうって思いながら見とった。忙しい泣き虫でイージーバリー。感謝は素直なとこ。携帯一つでさえ3時間はやばいね。3時間はやばいねそんな、途中なんかまあ愛ちゃん消えるのまき今ちょっとなんやこいつって思った絶対なんだっけ、なんか言おうとしたな今。あ、そうだわ、すごい話変わるんやけどさ、なんだっけ、土日、今週金土日とライブがあるんですが、結構いっぱいだよんって感じで、実はそれは何だろう、金土日と結構ありまして、土日は隣組のライブになっておりましてですね、めちゃめちゃ歌います。ちなみに言うとどれぐらい歌うかっていうと、めちゃめちゃ歌いますそう、ちなみに言うとね、28日29日と、2本ずつそれぞれライブがありますが、あとねマジやばい、え、やばいんですけどって曲があって、本当にやばい初めてとある曲のセンターをするっていうマジドキドキな曲があります。ここだけのお話、なんかもあ、これちなみに私のアイコンを投下するときは、は仕事なんだよ、アイドルライブじゃん。ね、初めてこの曲のセンターするなーがあるやつは28日新宿レニーです。はい、やんだ、あ、友よもろにやんだ何とは言ってないでもマジやばい、本当にやばい、めっちゃ緊張してるって感じです。これやばい、やばいですでも結構センターやったことない曲いっぱいあるんで、本当に当たり前なんですが、そんな全曲センターやってたらやばいから。にんくんこんばんざい、昨日中止くぶった人じゃん絶対。はじめましてというか昨日まして、一応自己紹介しとく。日本のミラクオン、おもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界を発信していくアイドルグループバンザイジャパンの福岡県でのシンナナセアオイです。配信初、今はね毎日配信もしたっちゃうけど、今は珍しくオンライン楽一楽だって言って、オンラインで特典会をしてて、今そう、今ねこの左上のバナー公式グッズ販売のところからなんか特典券をゲットしていただくと、シャメだったり落書きシャメだったり買ってくれた人だけの特典をゲットできるっていうやつをやってます。私服の写真、配信あるやつしか見れ、泣いたね、配信ないよ絶対。ちなみに初見俺一生ビジョンにさすがに北海道はちょっと配ったことないかもな。覚えとるよニックン、ほらもうしてくれたからね、配信まで来てくれてありがとうファンなんでサインくださいってやりたいからビラ配り。小さも いつかあるんじゃねえと思うけど、意外とないのか。逆にある行く日はライブがあるからってことやんねきっと。28日か29日の日中なら、どっちかの日中ってこと小さま。多分28のね、こっち夜だと思う。28のランドマークが昼にあって、でもランドマークもめっちゃ歌うよ。ちなみになんかね死ぬほど歌ってますマジで死ぬほど歌いますランドマークも。で
あの人数が結構少ないので、今回都内組28日12人、29日も12人かな、12人11人とかなので、結構ほぼフルに近い出演をしたり、マジでめちゃめちゃ新ポジがある、新しいポジションがいっぱいあります。29の日中ならってことか。あいにバレないように勝利あたりビラをもらえん、嫌なんだが挨拶する前に、ずるいぞそれは。そっか、しおりさんとか、あれ隣組だったよね確か、それちゃん来た時。やけんしおりさんとかあれ会ってないよ、隣組でもリリーブとかもあったけん、あっとるか。29の日中か、28日仕事泣いた、マジやべえやべえ、このセンターってセンターポジションあります。あー、乙女国なんすげえ自分に都合よくてびっくりするけど、なんでしょう。29の日中が多分ルミネゼロかな。すげえね、いっぱい歌ってて、あ、このこれの新しいのもちょっと緊張するねってのもあったり、結構いっぱい緊張ポジションがあるので、ぜひ28、29日のライブも遊びに来てねーって言ってます。葵と町丸しか俺のこと知らんから、知らない人に知らないふりしてでもさ、言うとさ、そらちゃんがさ金髪とかになってこられたら多分うちでもわからんと思う。ごめんけど、ごめんけどわからんと思う。もしすっごい黙って金髪でライブに比べてたら、マジ絶対見つけれんと思う。いや、わからん雰囲気で、わけ、いや、わからん。そう、さすがにもうだって黒髪が似合っているって思っちゃうもんわからん、意外と金髪が似合うんかもしれんけど、もう想像がつかなすぎて。逆にセンターってくくりのある曲をそんなにしない、結構あるよ。センターというか、まあまああれはセンターってくくりの曲かな多分。難しいけどねって曲なんですけど、でもセンターかな。で、葵に気づかれて空ってバラだ独特、金魚トイロラブフロム乙女心。でもそれこそさ、なんか結構いろんな曲あるよ。それこそ今流れとるヤマトもセンターっていうポジションはあるし、次のライブウィッグかぶっていくは恥ずかしくて無理、自分が耐えれないね。だってそれこそアフロも言ったらしおりさんのポジションというか、最初センキューウィーラブ言ってるとこがセンターだし、ジャンピンもセンターあるし、お祭り騒ぎはちょっと難しいかな。なんかずっとサビ真ん中にいる人はいるんだけど、その人はソロの歌割りはなくて、でもだから落ちサビの人をすごいフィーチャーするのか。でも言うて歌割りは結構均等なんで難しいか。今ね、上からアルバムで見てってる、新しい曲から。トイロもそうだし、金魚もそうだし、この花とかももう分かりやすいし、山椒はボーカルと声枯れだし、声枯れだしだね、ボーカルとダンスで、その声枯れもセンターあるし、結構どの曲もセンターは結構あります。桜散るとかもそうだよね、この今最初の歌い出し歌ってる人がセンターって感じです。うちらの認識なのかな、でもセンターかな。落ちサビも歌ってるしね、桜散るも歌い出しと落ちサビ歌ってる。桜散るもやったことないですね、結構やったことない、いっぱいあるよ。落ちサビとは言われる、センターって感じかな。なんか割と落ちサビの人がセンターというか一番歌ってることも多いので、ファイターとかはちょっと難しい気もする。それこそ最初9人フォーメーションだと特に最初真ん中にいる人は最初と1サビとラストの最後のポーズも真ん中にいるんだけど、あゆみさんのポジションだけど、落ちサビ歌ってるのは最初一番端っこにいるしおりさんのポジションで、2サビから落ちサビまではずっとそのポジションの人が真ん中にいるし、歌割りとかも結構そこのポジションが多いしとかだったりするから、ファイターは難しいかも。実は違う、ちなみにしおり実は女です、それめちゃくちゃ怒られちゃった。ガチャさんこんばんじゃー、ヤッホー。まあトイロの、そう、トイロとか分かりやすい、トイロとかラブフロムとかめっちゃ分かりやすいと思う。でもアフロダイナマイト
でもそうじゃない、結構最初センターで Thank you we love dynamite ってやって、令和のアフロが歌っているし、まあどうだろうね、持ち丸のポジションも近いけど結構新芽とかにもいるし一緒に歌ってるから、しおりさんのとこがあって持ち丸のとこって感じはするかもなって気もする。好きすぎてシベリアンハスキーになってる、もう全然わからん、そこはしおりさんポジは、そうそうそう、結構しおりさんはジポジがセンターなことが多いかな。でもまあ、でもラブフロムとかはしおりさんのポジションの方が好きっていう人もいるだろうしね、自分とこよりも。アフロは曲的に多くないが多いで、ジャンピンアップジャパンとかもセンターって言われるポジションはしおりさんのポジション曇り空に、なんだっけ、最初曇り空で聞きれなくて泣きでそうな、違う、土混ぜた、やばい、歌ったことないけん、あれか、そうジャンピンセンターやったことないよね。と歌い出しと、そうジャンピンは歌い出しと落ちサビのポジションも違うし、それこそフミさんのポジション「ジャパン元気を出していこう」って歌う人は落ちサビも歌ってるし、1サビとラスサビが真ん中だしって感じでしてるけど、でもセンターはしおりさんのとこなんだよな、ところもあったりするから。難しい。落書きシャーメント20秒動画頼んだよ、ありがとう。動画テーマ誕生日、オッケー、ハッピーバースデーのお祝いだね。ちなみに落書きシャーメントのテーマは誕生日がいい、どっちがいいだろう、そう言っても普通にこっちの私服メインがいいかな。ラブフロムの塩にさ、そうそうそう、二人の恋の幕が上がってのところ、塩里さんのところはなんかそういうポジションについて話すのちょっと面白い。センスがないはもうレナさんなんだよな。でも本当はレナさんとオリモポジがレナさんとひまわりさんで落ちたみたいになってんの、それが見たい。ザ・センターって感じのポジ、トイローとか。でも金魚とかも、まあでも場所的には最初逆にセンターじゃないけど、ね、でもちなみに言うけどどうなんだろうな。でも今度やるセンターはうちの中ではめっちゃセンターだなって、そのとこだなって思っちゃう。難しいけど、からやばい緊張しています。落書き写メは OK です。ポジションまでは把握でき、難しいよね。それこそ配信だと全体像見えないからさ、自分の置いたいとこだけってのが難しいもんね。だからラブフロムが好き。それはそうなんだよね、それはそうというか、うちはそうだろうな、何、うち自身。それはそうどんな曲よりもその曲が一番好きなのはそれはそうなんだよ。まあでもむずい、でも結局はジポジに入るのが一番好きなんだけどさ、でもいろんなポジションに入るのも面白いからそれもそれで好きなんだけど。すみちゃんおかえり。乙女心以外にもう一つ心当たりある曲なんだろう。正解は言わんけど言ってみな、言ってみな。あんたがヤッホー、ご飯はね半分ぐらい食べました、ちなみに爆速でね。なんで爆速でこのあと半分食べますラブフロムは思い入れのある曲、それはそうです。マジあれお披露目やばかった、緊張した、ちなみにていうか歌にもらった瞬間に落ちかすごい裏話というか、うん、裏話でもないかもだけど、あの歌割りをもらった瞬間、実は私ちょうど実家にいたのかな、確か家
かなんかでマジビビった、家で叫んだ。一回飲み込むのに1日ぐらいかかりました。やばいなって思って頑張ろうって思ったし、頑張らなきゃって思ってました。爆速は胃に悪そう。でもね、うち早食い得意なんよね。実は大食いは得意じゃないけど早食いは得意ね。この間ね、またなんかメンバーとライブの合間に五反田の前にあのマーラータンのお店にまた行ったんやけどそうまた行ったんやけど、実はうちがなんかあれ具材を好きに自分でグラム測って入れれるんやけど、なんかうちがね一番入れちゃったの具材を。でもね、しおりさんの次に早かった食べるの。でもしおりさんには勝てなかった。しおりさんはねちょっと少ないやった。その日ラブホルムおじいちゃんなので、ちょっと待って、滑舌やばかった今びっくりした。ラブホルムおじいちゃんありがとう。あなたの得点が入れたんだな。そうなんだよ、目合わせるところでもうめっちゃ緊張してるの分かったっていう。そうなんだよ、目かっぴらいてたんだよ。こんな可愛くない。あ、痛い、殴っちゃった。ラブフロム何、それは何が起こった。ラブフロム何、アマト君のそのすごい記号は何が起きてるんだ。こっち、ありがとう。あと10分ぐらいになっちゃいました。得点ゲットできるのぜひゲットしてね。あなたが、あ、うちの髪型ね、ラブフロムおじいちゃんなんと。何もしたままっとらんかった。もう全部髪切ったのかもしれんみたいな自分で、まあもう言い方してた。たくまくんやっほー。そう、お姉ちゃんです。今日はラクエイジオンラインラクエチラクゼ中なので、こちらの公式グッズ販売の方から特典がゲットできます。みんな絶対にゲットしてよねって言っています。マジでいる。チョロ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 、次の後の今日夜はショールームはやらないんですけど、この後30分から1時間後ぐらいに YouTube の配信、雑談配信します。そう、 YouTube 雑談なんでぜひ遊びに来てねって言っていますって言っています。やったー。そう、でもちょっと顔は出ないかも。この後特典の写真を撮ってご飯を食べ終わったら配信を始める予定です。 YouTube は23時半からまあ遅くて12時、ちょっと幅広いんだけど、ちょっと特典の写真とご飯と終わり次第、もしかしたらメイクだけ落とすかもしれない、わかんないけど。ちょ、顔は出ないです。ちなみにメイク落としても落とさなくても拝んどいて、ショールームでの顔。じゃん。今日さ、なんかこっちの眉毛めっちゃ綺麗に描けてない？うち。やったね。こっちもいい感じかも。今日めっちゃ眉毛いい感じかも。でもなんかちょっと離れてるかも、わかんない。でこだし。でこだし。お風呂は配信終わった後に入ります。だいたい先にメイク落とすことも多いかも、わかんない。ちょっとそれはちょっと気分かも。寝てるかもしらん。頑張って。明日試験制限日付が、お、やったじゃん。マリネリ遅いのか。きれいな眉毛やった。今日めっちゃいい感じ眉毛。
明日急遽仕事になった。泣いた。頑張って。声かれるまで。声かれはライブの方がやっぱ映える曲だよね。音源とかより。明日17時10分出勤。めっちゃ遅い。泣いてもいいですか。ピエンだそれは。泣くしかねえ。なんか言おうと思った忘れた。もう打っとる間に忘れとるやんそれ。打つ前か。今日まで3連ちょうど2日休みな、うん、ライブなかった。あ、触覚がいるここに。あと5分ぐらいみたいなので、みんなぜひ特典の駆け込みもお待ちしています。26は何もないかも。次25の次のライブは27ですね。全然可愛くない音鳴らしちゃった。違う違う、可愛くない音、うん、可愛くない音でもあるけど、かっこよくない音って言いたかった。駆け込みながら全員、あ、駆け込み駆け込み駆け込みましたかい。この前の6駅は初日でいっぱいあって嬉しかった。フルニーてってれー、ヤッホーてってれー。すごいあくび出た最後の最後で。ぜひ特典ゲットお待ちしてます。よろしくって書いてた。え、誰？マリアさん。え、マイカさんって何着てるのこれ。リマさんはコップのフチ子らしい。なんかどっか現場探さないと。すごい言い方が面白いわ。探せないと使命感。また見るかな。突撃だ突撃だ。なんか好きなレナさん。ちょっと待って。
乙女心思い出せ。センターしたことないけどな、この曲。違う、特攻服。本当だ、着てるというか飾っている。特攻服着てる。メンバーの配信を巡ってみる配信。あと3分しかない、みんなゲットしてね。最後肩出しです。乙女心好きすぎていいよね。乙女心わかる。さんかわいい犬なんだが飾ってある。書いてあったんだけど、どういうこと。あ、本当だ、飾ってるだ。読み間違えとる、うち。あ、やないですよ。おー、ぜひよろしくね。夢の中に、嬉しい、ありがとう。わかんない、どんな夢。あ、もうあと1分ぐらいだよみんな。でもまだギリ買えると思います、きっと。特典ぜひ、特典購入お待ちしてます。なお59分ね。この後はなんだっけ、 YouTube で半か45分か00ぐらいから雑談配信をするので、よかったら雑談の方も遊びに来てください。いや嬉しいけど結構す、何怖っ怖っどういうこと。ということで23時になったので、オンライン楽一楽団終わろうかなと思います。きつすぎてOK です。そしたらこの後また雑談配信するので、よかったらそちらの方でも会えると嬉しいです。特典頼んでくれた方本当にありがとう。今から写真を撮ってその特典作るけんね、待っとってね、届くの。ということで以上、バズアイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。そう、楽一はもうちょい開いているかも。もし頼めなかったらなんかリプとかで言ってくれれば開けれるかもしれないです。間に合わなかったけど、手番は。ということで、また配信お会いしましょう。バイバイ。